リはいつも嬉しそうにプレゼントをくれる。光は俺が開けるまでそばにいて、開けたら開けたで嬉しそうにプレゼントの説明をする。それはずっと前から続いていたこと。あの時から毎年必ず抱きしまー、しかりあなたという人、抱きしまー、さよなら。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りします。おはよう。宿題やった？じゃあ SA が元に戻ったのは K がロンドンに行ったから。そんなことになってたなんて。ま、何の相談もないのはあいつらしいっちゃあいつらしいけどな。それより、どうする？どうするって言われても。なんでいつも俺が。光。何が勝負だ、何が魔法だ。最初から負けるつもりで勝負を挑んでくるなんて、バカかあいつは。光、落ち込んでたんじゃないのか。でもなんで怒ってるんだろう。俺はわかるけどな、これで全て丸く収まったと言われて納得できるか。ロンドンに行くぞ。本気？ああ、行ってあいつを引っ張ってくる。ちょっと待ってよ、行ったところで会えるわけないでしょ。 K がどこにいると思ってるの。タキシマグループの本社よ。それがなんだ、どんな広いところでも探せば見つかるだろう。でもね、 K は光のためを思って。それが頭に来るんだ。あ、光。光。俺も行くぜ。龍。龍、僕たちも。えらいぞ、純、めぐみ。俺は留守番でいい。いいわけないでしょ。レイム、イエッサー。あれ、あの子は。お。こんにちは。お前、確か K の弟の。とは言ったものの、思ったより遠いぞ、ロンドン。いかんいかん。
日だっていうのに。ヒカリ、何暴れたのね。ああ、なんだ、戦争が。これはヒカリ、お前ヒカリ、ロンドンに行って兄ちゃんを止めて。スイ、兄ちゃんはヒカリの言うことなら聞くと思うんだ。だから分かった。どうもスイ様が怪しい動きをされていたのでね、つけさせてもらいました。おい、何の真似だ。忠告だけさせていただこうと思いまして。もしこのまま行けば永久に学校には戻れないと思っておいてください。 SA メンバー全員がね。へえ、そうなんだ。ん、みんな、光、私たちも行くわよ、ロンドンに。アキラ、これで何の問題もねえな。あいつら少しは成長したか。よし、言っても無駄です。無駄じゃないぞ。滝島に何でも一発でできる特技があるように、私には一度決めたらできるまで諦めない、何度だって努力する特技があるんだ。滝島は必ず連れ戻す。うん、光、頼んだよ。見て見て、これがトラファルガー広場よ、ロンドンブリッジ。ちょっとちょっと、ほらほら、これがパラッツ。もしもし、私たち滝島んちに向かってたんじゃ。すっかり観光モードだな。まったく、あっちの銀太郎はおすすめよ。何ってお前もか、食い物って本気にしないでよね。よし行こう。どこ、日本にあるケインチもでかいと思ったが話にならない規模だな。そりゃそうよ、ここは滝島グループの総本山、会長が住んでいるんだから。お待たせしました。Kさまに伺いましたが、アポイントのない方とは会いたくないとおっしゃっております。お引き取りください。滝島が、ま、予想通りね。行きましょう。予想通りって、本当に K に私たちが来たなんて伝えるわけないわ。やっとここまで連れてきたんだから。 K のおじい様は変わり者で有名なの。財界では恐れられていて、姿を見た者はほとんどいない。じゃあどうするんだ。わかった、忍び込むんだな。待って、お、うまそう。わっぽーい、いただき、じゃー、しびれました。という感じで警備は完璧よ。じゃあ心配しないで、作戦があるの。作戦？じゃあ夜までお買い物行くわよ。やっぱり買い物する時間が欲しいだけなんじゃ。この屋敷のどこかに滝島が。塔の中に自分の部屋があるって K に聞いたことがあるけど、光、くれぐれも慎重にな。リュウ、ありがとう。お引き取りになられたようです。ありがとう。本当によろしいのですか。ええ、彼らとは会いませんから。バースデーパーティー。ええ、パーティーともなればさすがに警備も緩むわ。ちょっと地味だけど、まずは騒がれないように裏口から入りましょう。あそこから入るわよ。
バースデー滝島の。じゃあここにサインを。全員いるな。行くぞ。この犬はナポリタンマスティフ。ローマ帝国時代にチベタンマスティフと土着犬を掛け合わせてできた戦闘犬だ。ユニー待て、加勢するぞ。みんな行ってくれ。リュウほら、ジュン、メグミ、こっちだ。大丈夫、一緒に遊ぼうな。よしよしよし。さあ、みんな、行きましょう。光、ケイを頼んだぞ。どこか、建物内に入れる入り口を探しましょう。意外とここは手薄そうだな。待って。なんだこれ。みんな動かないで。防犯用のレーザーよ。帰ろう。さすがスパイの本場だけあるね。ここは誰かがおとりになって引きつけるしかないわ。え、さすがアキラ。はい。あら、お先。大丈夫か、タナシ。こっちは任せとけ。絶対たどり着けよ、光。おや、ごめんなさい。もうアキラの手作りクッキーが食えないのか。あれ、相変わらずだな、君は。みんな、準備はいい？これでパーティーに紛れ込むわよ。待ってろ、滝島。いや、滝島グループのご子息にお会いできて大栄です。急げ。どうして偽物ってバレたのよ。お、悪い。こっちの方が走りやすいかと思って。あ、そうですか。ちょっと数が多すぎるよ。待ちなさい。おそいつらは私に任せなさい。もう置いてかないでよ。一応私だって仲間のつもりなんだから。さくら。久しぶりだな。まったく面倒な体だぜ。やーん、純様素敵。フラジュンか。せっかく出てきたんだ、たっぷり楽しませてもらうよ。ああ、できるさ。ずいぶん登ったわね。滝島は結構離れているな。下にはもう降りられないわ。どうにかして。いたぞ。どうする、逃げても奥は行き止まりよ。行って、めぐみ。ここは私が何とかする。だから、ケイを。分かった。逃げたぞ、おえ。ヤヒロ、あなたが教えてくれたのよ。誰かのために歌うことができるって。声が出ない。どうしたのかな、お嬢ちゃん。当然もしたかったんじゃないのかな。落ち着いて、ゆっくり息を吸って歌って。
ど。ありがとう。どういたしまして。ヤヒロ、バイク借りたぞ。君、少しは空気を読め。うるせえ。ねえ、ヒカリ、ごめんね。Kがロンドンに行ったのは、多分私が余計なこと言ったから、Kを追い詰めちゃったから。ヒカリ、それも仲間だ。ヒカリ、アキラ、ヒカリ、捕まれ。来い。行けよく来ましたね。滝島なのか？会わないと言ったはずですが。本気なのか？本当に？ダメです。その格好のままここを出て行ってください。どうしてだ？お前、仲間に会いたくないのか？会うと辛くなるから。滝島。彼女はいつも俺の誕生日にプレゼントをくれる。彼女は知っているだろうか、俺がどれだけそれを待ち望んでいるか。彼女は知っているだろうか、俺がどれだけ喜んでいるか。彼女は知っているだろうか、俺がどれだけ彼女のことを考えているか。彼女はプレゼントを必ず大事そうに抱え、俺の前に来て、俺を見てこう言う。誕生日おめでとう。開けてもいいですか？あ、これがタダシで、これがアキラ、こっちがリュウとメグミとジュン、そしてこれが私と。みんな一緒だぞ。光、滝島、勝負の続きだ。今日一日守り通せたら私の勝ちだったな。もうすぐ今日が終わる。私が勝ったら何も言わず戻ってこい。俺が勝ったら。お前、光のすべて。いただきます。負けるかー。本座、表に車を回せ。待ってください。今日はやめときましょう。キリがない。キリがないですか。ええ、相手はしつこいんです。勝つまで諦めません。はい、滝島家は。わかりました。7名再入学を認めましょう。よっしゃ。
相変わらず遅いですね。うるさい、絶対負けないからな。そんなに俺に負けるのが嫌ですか？お前は特別だからな。特別？滝島は特別なんだ。子供の頃から、初めて会った時からずっとすごいやつで、どんなに頑張ってもどうしても勝てなくて、誰よりもすごくて、誰よりも尊敬できて、誰よりも憎らしい。私の特別なんだ。光、お前は私の永遠のライバルなんだ。私の特別な光。あれ、もう行ったわよ。今日こそ勝つってさすが母ちゃんの娘だわ。さあみんな、今日のお茶は先日ロンドンで仕入れた最高級ダージリン。お菓子は本場のスコーンを。いただきます。また食うな。リュウ、めぐみちゃんが退屈だから歌うって。ああめぐみ、ストップストップ。あ、こらこらこら、お前たち爪を立てたら痛いって。おはようみんな、これ見て見て。何これ、満点プラス20点。ああ30分も時間を余らせて提出したら先生がつけてくれたんだ。じゃあ今度こそ K のやつに勝てるわね。相変わらず甘いですね。時島、 K はどうだったの？俺は1分で終わらせたので点数が倍になりました。残念でしたね兄さん。兄って言うな。この番組はポニーキャニオンとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。